チャールズ・ヨークは、グレート・ブリテン王国の法律家。1770年1月に大法官に任命されたが、その3日後に自殺したことで知られる。初代ハードウィック伯爵フィリップ・ヨークの次男として、ロンドンで生まれ、ケンブリッジ大学コーパス、クリスティ・カレッジで教育を受けた。1740年代初期に、兄・フィリップと共に、アシニアン・レターズを、共作。 文学での才能を示した。1745年、大逆罪を犯した者の資産没収集法についての論文を書き、カロデンの戦いの後に、父がスコットランドのジャコバイト貴族に与えた刑罰を弁護した。翌年、弁護士資格免許を得た。父が大法官を務めていたこともあり、ヨークは1747年に大法官不裁判所に官職を得て、同年に、 ライゲート選挙区で当選して、庶民議員になった。その後、1768年まで、ライゲート選挙区の議員を務めた後、同年に、ケンブリッジ大学選挙区に倶楽した。彼は、庶民委員で父による婚姻法改革を支持する、演説をした。1750年12月13日、王立協会フェローに選出された。1751年、 イギリス東インド会社の法律顧問になり、1756年にイングランド及びウェールズ法務次官に任命された。彼は在任期間を通してダイピットの外交政策を支持した。1761年にダイピットと共に辞任したが、1762年のビュート伯爵内閣で法務総裁に就任した。続くグレンビル内閣ではジョン・ウィルクスの ノースブリトン紙で提起された問題について政府に助言を与え、ノースブリトン紙の誹謗中傷を反逆罪に当たらず、微罪に過ぎないとした。1763年11月に法務総裁を辞任すると、大ピットはヨークを野党に引き込もうとした。ヨークはウィルクスの件について、大ピットと同じく一般逮捕状を批判したものの、議会特権が、 誹謗罪に適用できないと演説して、大ピットの誘いを退けた。この演説は、ホレス・ウォル・ポールから、大いに称賛された。それ以降、ヨークは、ロッキンガム派の一員になり、1764年に、ドーバー氏裁判所判事に選出された後、1765年に、第一次ロッキンガム公爵内閣で、再び法務総裁に就任、内閣の政策形成に貢献した。 彼は、因子法廃止と宣言法制定を支持したほか、ケベックに関する憲法を起草、後の1774年ケベック法につながった。1766年に、チャタム伯爵内閣が成立して、チャタム伯爵とグラフトン公爵が権力を握ると、ヨークは辞任して、以降の4年間に、議会での弁論にほとんど関わらなかった。1770年、大法官。 カムデン男爵が罷免されると、グラフトン公爵から大法官就任を要請されたが、ヨークはそれ以前にロッキンガム派に、グラフトン公爵の下で公職に就かないことを誓っていた。しかし、国王ジョージ三世が今就任しなければ、移行大法官になる機会が二度と訪れないと、圧力をかけると、ヨークは圧力に屈し、1770年1月17日に、大法官と、 数密顧問官に任命された。同日に兄の邸宅に向かい、野党の指導部に会うと、ヨークは地獄を感じて自宅に飛び返り、3日後の1770年1月20日に自殺した。ヨークを猛伝弾石に除する特許状はすでに寄贈されていたが、彼は死の直前に特許状の正式化を拒否した。大天ハンガーハウス、1840年。 ヨークは2度結婚した。1755年5月19日、ヨークはキャサリン・ブラウンとフリーマンと結婚、一難を設けた。1762年12月30日、アグネタ・ジョンソンと結婚して、二難一女を設けた。キャサリンはハートフォードシャーのセント・オールバンズ近くの大天ンハンガー、ハウスの相続人だった。ありがとうございます。